どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、7個ポイントから ANA マイル、 ANA スカイコインね、交換すると増量されるキャンペーンがですね、こちらね、半年前にぐらいにね、来たキャンペーンなんですけども、またね、10月1日からね、開始になりましたということで、本日はですね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、公式サイトね、こんな感じになっております。7個ポイントから交換できます。レートアップキャンペーンということで、ANA マイルだと 40%、ANA スカイコインだと 50% ということで、こちらね、半年前ぐらいにね、来たキャンペーンで、その時はですね、これ 40%、50% ね、ちょっと表記が前回と変わっているだけで、まあ内容はね、ほとんど一緒っていう風になっているわけなんですけども、交換率に直すとですね、7個ポイントから ANA マイルに交換していただくと、交換率は 70%。ANA スカイコインに、ね、交換していただくと 150% に、ね、交換することができるっていう風になっておりまして、前回はですね、こちら ANA マイルの方が 75% だったんですよね。ですので、今回のキャンペーンではちょっとね、残念ながら前回に比べると 5% ね、減ってしまってはいるんですけども、このね、7個からANA マイル、ANA スカイコインのね、この増量キャンペーンは、特にね、クレジットカードなどね、必要なく、7個ポイントだけね、保有していればですね、こちら利用することができるキャンペーンっていう風になりますんで、まあ私の動画でね、解説出させていただいておりますけれども、今現在ですね、ポイントサイトからマイルにする場合ですね、JQ みずほルートっていうね、ちょっとこれにルート出しておきますけれども、非常にね、複雑、またね、必要なクレジットカードも多かったわけなんですけれども、これもね、全く必要なくですね、この交換率でポイントサイトからのポイントね、交換することができるっていう風になっておりますので、ANA マイルね、貯められている方、またね、今年修行とかでですね、ANA スカイコインね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということでね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。まずね、期間が2022年の10月の1日から2022年10月の31日までっていう風になります。で、交換レートはですね、先ほど言った通り ANA マイルには 70% ということで、7個ポイントを ANA マイルに交換すると、507個ポイントを交換すると350マイルにね、交換することができます。で、7個ポイントをですね、 ANA スカイコインに交換する場合は、500ポイントが750スカイコインにね、交換することができるっていう風になりますんで、こちら交換率にすると 150% っていった形になります。で、交換完了日がですね、交換申請後2日から7日以内にね、交換完了っていう風になりますんで、非常にスピーディーにね、利用することができます。ですので、まあ2週間後とかであればですね、確実にこの交換した分をね、使いたいみたいなこともね、できるかななんていう風に思いますので、かなりね、交換が早いですよね。で、このキャンペーンはですね、まあ冒頭にも言った通りですね、非常にシンプルで、特にね、エントリーもなく、ただ単に7個ポイントを ANA 前にね、交換するだけで、このキャンペーンね、乗れるっていう風になりますんで、これね、いいですよね。ちょっとね、冒頭にも言いました通り、マイルへのね、交換レートはね、ちょっと下がってしまったんですけども、このシンプルな感じがね、本当にいいですよね。JQ ミズフルートね、まあ、交換率はね、70% で同じなわけですけども、JQ セゾンカードが必要だったり、みずほマイレージクラブ ANA カードがね、必要だったりとね、結構めんどくさい部分があるんですけども、そういうのもね、一切必要なくね、同じ交換レートで交換することができますので、非常にいいですよね。それでは次にですね、ポイントサイトから7個ポイントにね、交換されたいっていう方もね、かなり多いかななんていうふうに思いますので、私の方でね、ちょっと私がお勧めさせていただいているポイントサイトのね、ポイント交換ルートね、ちょっと一覧でね、出させていただいております。チョビリッチ、ニフティポイント、こちら、旧ライフメディアですね、あとポイントインカム、ハピタス、ポイントタウンということで、まあこちらね、見ていただければわかる通り、ルート的にはですね、各ポイントサイトからドットマネーを経由して7個。で、今回のキャンペーンで ANA マイル、ANA スカイコインっていった形になります。で、交換日数なんですけども、見ていただければわかる通りですね、大体ね、遅くても一番長いのがハピタスになるかななんて思うんですけども、それでもね、大体7営業日ぐらいでですね、こちらポイント、7個ポイントにね、加算することができるっていう風になりますんで、まあ遅くてもですね、2週間後ぐらいにはですね、ポイントサイトから交換して、ANA マイル、ANA スカイコインにね、交換完了できるかななんていう風に思いますので、まあこちらもね、ぜひ参考にして利用していただければなと思います。それでは次にですね、実際にね、交換ね、やっていきたいなと思います。携帯のね、スマートフォンの画面ね、これに出しておきますので、参考にしてください。まずね、7個カードありますよね。7個カード持たれている方は、
このね、奈良子の番号と、裏面のね、あの下に書いてある番号、それをね入れていただいてログインねしてください。でもしねモバイル奈良子スマ、あの今ね iPhone であれば、奈良子ね無料でねスマートフォンアプリで作ることできますよね。まあそういう方は下のこの奈良子モバイルをお持ちの方ということで、こちらのね番号と会員のねパスワードを入れていただいてログインねしてください。で私はですねモバイル奈良子の方でねやっておりますので、こちら下でねログインしていきます。でログインするとですねこういった画面になりまして、私のカード残高は395円入っておりますね。で、右の方にねポイント残高584ポイントっていう風になりますんで、500ポイントからね交換することができますので、これでね交換やっていきたいと思います。では、下の方に行くのかな、はい、そうですね、ポイント交換っていうのがありますね。こちらポイント交換を押します。そうするとですね ANA マイル、 ANA スカイコイン、ポイント募金ということで、私はねマイルに交換いたしますので、マイルをね選択いたします。ではね次のページに行くと、ポイント残高674ポイント交換可能ポイント500ポイントということで、これでね交換していきましょう。で ANA マイル番号をねこちらに入れていく感じですね。はい、で500ポイント以上500ポイント単位で申し込むことができるっていう風になりますんで、まあこちらね、あ特にね今回のキャンペーン上限とかもありませんので、好きなだけね交換することができます。ではねマイレージ番号とポイント交換ポイントね入れていきましょう。ではね入れ終わったら交換確認画面へ押します。そうすると ANA マイルポイント申し込み確認ということで、 ANA のマイレージクラブ番号ね、こちら間違えないようにね注意してください。で交換可能ポイントは500ポイントで、受け取るマイルが350マイルということで、これキャンペーンの適用されているレートになっておりますよね。73、そうですね、はい、ということでこれでちゃんとねあのキャンペーン適用のねあのマイルが確認することができるんですね。これは非常に分かりやすくていいですね。ということで申し込むをねクリックいたします。そうすると ANA マイルポイント交換申し込み完了ということで、500ポイントを交換して受け取るマイルが350マイルということで、一応ね交換完了は2日から7日っていう風になりまして、これね前回結構早かった気がするんですけども、まあ一応ね7日以内にですねポイント交換ね、完了っていう風になりますんで、 ANA マイルの方にね加算されるっていった形になります。ということで今回ですね7個ポイントから ANA マイル、 ANA スカイコインね交換していただくとポイント増量キャンペーンということで、本当にね交換していただくだけで利用することができますので、非常にいいキャンペーンですね。今のところですね年に2回程度ねこのキャンペーン来ておりますので、まあ今後もね来てほしいですよね。本当にこれがねあの数年継続で来るようになればですね、JQ みずほルートねわざわざあのルート解説しなくてもですね、 ANA マイルに関してはですねこのルート、あのこのキャンペーン待ってね、このキャンペーンの時に一気にポイント交換するみたいなね、まあそういった感じで利用していただければですね、クレジットカードね、まあそういったものも必要なくなりますんで、本当にねずっと続いてほしいですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。